だけど僕は進むよ。プラス1なのにプラス1って。お、二度蹴りいいじゃん。二度蹴りいいじゃん。格闘技ね。気合ダメ消すか。気合ダメ消して格闘技。これで一応次のジム戦にはいけるんですけど、まあ、ポチは使わないよね。もちろん。もちろん使うのは愛ちゃんかスミレで行くんで。さあ行こうじゃないの。愛ちゃんの初陣。愛ちゃんの初陣 VS トランセル行きましょう。入ってこい、愛ちゃん。入ってこい、愛ちゃん。愛ちゃん、ツヤツヤ。愛ちゃんの肌、ツヤツヤだね。ああ、顔が完全に愛ちゃん。ほんと上原愛だよな、この顔。体当たり。おお、いいね。急所。さあ、早速ね、トランセルの急所にぶつけていくっていう。あ、メスだったわ。メス同士の撮影が始まってる。メス同士の撮影だ。さあ、体当たりをプロレス系かな。プロレス系の撮影かな。さあ、体当たり、オッケー、いいね。あと2発かな。いやー、このトランスで体当たり使うのずるいわ。硬くなっとけ、お前は。お前はずっと硬くなっとけ。ほら、あと1回。アイちゃんレベル上げたいな。レベル低いな。その野生のポケモンでのレベル上げっていうのは、その捕まえるだけになるから。でも捕まえちゃったら全員に経験値入るから、結局なかなか縮まらないっていう悲しい現実を待ってるんだよね。さあ、アイちゃん強かった。いいね、アイちゃん。なかなかの強さだね。鶴の鞭持ってるから次のジムもいけるね。見てよ、このアイちゃん。可愛くね、可愛くない、アイちゃん。ドゥルー、勝負に勝って嬉しいみたい。あ、ありがとうね。ってことで、常盤の森抜けました。なんとか なんとか抜けたんで。誰誰、君、こんな人いたっけ。 CP が高いポケモンほど戦闘能力が高い。 へえ、そうなんだ。ってことは、厳選するときは CP 見るって感じかな。まあ、そんなのはね、ストーリークリアしてからですよ。そういうのはまだまだ早いよ、そんなことするのは。ってな感じで、ニビシティへ着いたか。あ、ちょうどよかった。どうした、向こう奥。バトルならごめんだぜ。この街、ポケモンジムがそうあるね。ものすごく強いジムリーダー戦えると。強くなりたいなら挑戦しないとダメだぞ、と。メガメガジュー！お、育英も戦いたいんだな。 残念ながら、育英はもうバトルに出ることがないんだ。すまないな。応援の気持ち何？傷薬？ありがとう。ありがとう。ここまでに貯めた賞金で、僕のも買っといた。優しい。何このライバル、優しい。惚れちゃう。惚れちゃう。ビカビカ！イクエムかわいいな。バトルで使わないのに。ってことで、ポケ戦いきまーす。はい、ってことで、ニビーシティに来たんで、もう早速、ジム戦行こっか。他の探索とかは、またジム戦終わった後、のんびりやるし。とりあえず、ジム戦やろうぜ。さあ、ここで、ニビーシティポケモンジムリーダー、たけし。強くて硬い石の男。ってことで、ニビジムに、頼もう！観客いる。 客がいる。客がちゃんといるんだ。おっす、ジムの挑戦者だなと。俺はトレーナーじゃない。しかし、お前がジムリーダーに挑戦するにふさわしいやつかどうかはわかるぜ。早速だが、ニビジムではタイプの相性を知っているトレーナーでないと入ることを認めない。ジムリーダーの使う岩タイプのポケモンに有利なタイプはいくつかあるが、ジムが初めてのトレーナーには草タイプか水タイプのポケモンを使ってもらっていると。ジムリーダー戦いたければ、草タイプか水タイプのポケモンを俺に示すのだ。ってことは、ここで謎の草か不思議だね、持ってないと。ここ通れないってこと？
じゃあ、愛ちゃん。あ、いや、ここはすみれちゃん見せるわ。ありがとう。進めて、そして目指せ、ポケモンチャンピオン。って感じで。認定トレーナー、向こうも勝ったんだ。はいや。やるの、はいや。じゃあ、愛ちゃんのレベル上げしたいし、トレーナー戦やっていくか。いや、ここはニビジム、今までの相手とは一味違うわよ。あれ一万光年って、あいつもう一個奥のやつ、一万光年。たけしさんに挑戦するなんて、一万光年早いんだよーつって、バトル終わった後。一万光年は、時間じゃない、距離だーつってね。あのネタはいつ来るのかな。レベル7、あ、十分だな。もう、鶴の鞭でパッチーンって言って、パチーンって一発、おらって。急所。いや、効かねえな、やっぱレベル差あるから。いや、やばいな。あ、愛ちゃん、もうちょっとレベル上げるべきだったかな。ここはもう、すみれに任せるしかないかな、やっぱり。鶴の鞭、物理だもんな。ジムリーダーは、そうだな、すみれに任せて、トレーナー戦は愛ちゃんで、バッタバッタ倒していくか。このプラス1って何なんだろうね。あ、CP 上がった ?CP 上がった今までの挑戦者と一味も二味も違う。赤ワイン。口ポッカーン開けて。いや、すげえ、こいつかな?こいつかな?一番光年。待ちな!子供が何のようだ!たけしさんに挑戦なんて、一番光年、早いんだよ!ってきたー、名言。名言いただきました。これを聞かないとニビジブじゃないからな。トシカツ。また石粒ね、オッケーオッケー。レベルはいくつだい?さっき1匹だけだったから、レベル6とかじゃないこれ。あ、1匹だ、こいつ7だ。1匹しか出してこない。まあ、鶴の鞭で行くんですけど。さあ、鞭でペチンペチンしてなさい。上原愛の鶴の鞭。ペチンペチン。ペチペチ。ほら、言うこと聞きなさい。もっともっとお願いします。行くわよ鶴の鞭ペシン。いいね、さすが愛ちゃん、威力は抜群。あー、上がらなかったか。これレベル7にしたかったな。しまった、一万光年は時間がない、距離だっつってね。これだよこれだよ、これがなけりゃニビジムじゃねえよ。ってことで回復一応しとっか。傷薬5個もらったし。何これ、ポケモンボックス、回復ポケット、ワザマシンケース、強化ポケット、バトルポケット、捕獲ポケット、お着替えトランク、アメボトル、タウンマップ、虫除けコロンよいしょ。愛ちゃんの回復して、バトルポケット、これ多分強化ってプラスパワーとかでしょ多分。ってことで挑戦しますか。よー、たけしさんよ、戦おうじゃないの。来たな、俺はニビポケモンジムリーダーのたけし。俺の固い意志は俺のポケモンにも現れる。固くて我慢強い。そう、使うのは岩タイプばっかりだ。あー、このセリフ一緒だな、一緒のセリフだな、これいいね。負けると分かって戦うのか。ポケモントレーナーの坂だな。いいだろう、かかってこい。このポーズで相手をしてやろうってね。やっぱこのポーズなんだな。いいよね、初代ポーズ。そしてこの BGM。 あ、懐かしい、懐かしい。さあ行ってこい、アイちゃん。多分レベルは8ぐらいだろう。11、あえ、マジ、え、11ってマジ、え、トレーナーレベル7だったよ。あ、意外と効く。体当たり、どんだけ効く、半分効いたらやばいよ。OK。2発耐えたら勝ちだよ。2発耐えたら勝ちだよ。アイちゃんアタック。体当たり。急所に当たっても大丈夫。OK。ってことで最後の、ツールの鞭をお見舞い。いくよ、アイちゃんの鞭、ペチンペチンペチン。オッケー、石積みて突破で、次あいつでしょ。え、レベル14とか、レベル上げなさすぎだな。ちょっと余裕だけど、余裕だけどレベル上げなさすぎるな。ちょっと
あ、ポチ10レベルだ、やったぜ。もうちょっとレベル上げるべきだな、イワーク。さあ、入れ替えましょう。アイちゃんにさすがに無理なんで、スミレでいきます。言うてスミレもレベル11なんだよね。だがしかしね、今回特殊アタッカーなんで、スミレは。多分吸い取るで半分ぐらいちょいちょい吸い取れるんじゃない？さあ、イワーク、レベルはおいくつですか？でっか、レベル12かよ。そんな変わんなかったわ。でっか。やっぱこの大きさがすごいちゃんとしてるのいいよね、ポケモンによって。待って、ちょっと見させて。でっかいワーク。 でっか、ピカチュウ乗ってる。完全にマスコットだよな、ピカチュウ。吸い取ります。岩落とし、やばくない？大丈夫？あ、雑魚。おら。角1かよ、スミレ最強。やっぱりスミレ最強だわ。あ、余裕。タイアリー。134。イエーイ。レベル12。あ、ビーア、ビーアだった。いいね。毒の粉。あんまいらない。アイちゃん、レベル8。ありがとう。お、花ちゃんも7レベル。だけか。君を見くびっていたようだってね。おー、いい顔してんじゃん、やっぱりたけしさん。やっぱその目だよ。あ、花ちゃん。 そっか。進化か、花ちゃん。なんか進化の画面すごい。あー、すげえ。わわ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 わ。あー、すげえ。すげえ。めっちゃ綺麗。あ、コクーンだ。あ、非売だ。隠さなきゃ、モザイクで。めっちゃ卑猥。もう、花ちゃんじゃなくなったな。どうしよう。ニックネームどうしよう。後で考えるわ、ニックネーム。もう、花ちゃんじゃなくなったわ。コクーン。で、硬くなる。だよね。まあ、そうだよね。俺に勝った証にポケモンリーグ5人グレーバッジを授けよう。ピカチュウ何もしてねえぞ。ピカチュウ、行方何もしないので行方。グレーバッジがあれば人からもらったポケモンでもレベル20までなら言うことを聞いてくれると。で、これ何もらえるの？技マシンで01。頭突き？え？ 我慢じゃないんだ。我慢ないのかな？頭突きか。それはニドラン、ポチかな、覚えるの。ポチに覚えさせるか。頭突きが入っている。いわゆるように硬い頭で、相手にダメージを与える技。ってな感じで。この広い世界にはいろんなやつがいる。ポケモンを戦わせたり、育てたり。俺はここでポケモンを育てるブリーダーの修行をしている。ああ、やっぱりブリーダー目指してるんだ。ポケモンドクターじゃないんだな、まだ。ポケモンブリーダー目指してるんだな。やかったよ。さすがだな、この調子で目指せ、ポケモンチャンピオン。じゃ、行ってきまーす。あー、疲れた。もう2時間ぐらいやってんのか。なあ、そこのやつ誰？お！え、グリーン、え、グリーン、早くね、来るの。どうした、グリーン。 え、どうして？っつって。じいさんが言ってた特徴ぴったしだったかな。トゥントゥントゥルルルルぱこれだよ、これ。この BGM だよ。早速見に来た。え、バトル？待って。あ、最強の俺がアドバイスをやろうと思ったのに、もう終わっちまったって。あ、そうだ。ご褒美？何？スーパーボール、ありがとう。ありがとう。いいやつだな、お前。モンスターボールより捕まえやすいボール、ありがとう。ポケモン塚、そうだよ。俺の時は地図で鉛筆で分布。 マジで？お前の時もポケモン塚あったと思うんだけど。あれ？ バイビーじゃない。あ、ちゃんとやってくれる。それやってくれる。バイビーじゃない。バイビーって言わないんだ。バイビーっつって。 もうグリーン出てくるの早くね？まあいいけど。てな感じで、とりあえず今回この辺にしとくか。とりあえず、もう疲れたわ。2時間ずーってやったら疲れたわ、なんか。いつもと違う感じのポケットモンスターだから、やっぱ疲れました。ということで、
とりあえず次の撮影までには、あ、あれだ。最後にやりたいことある。そのアメンできるんだよ。ずっとやってこなかったけど、こいつらを全部アメンできるらしくて、これ博士に送る。これで、あ、こんな感じで送れるんだ。そんな感じで一気にまとめて送れるんだ。送ろうぜ。あ、ちゃ、危な。まとめて送ります。はい。送る。送ります。で、博士からメッセージが来た。ポケモンを送ってくれてありがとう。よくやる研究が進みそうじゃ。謎の草は6匹送ってくれそう。6匹も捕まえました。ポケモンを強くする飴を送ろう。育てたいポケモンにあげなさい。速さの飴11、知識の飴5、元気の飴3、力の飴2、知識の飴 L。 これを飴か。22匹。めっちゃ捕まえたな。22匹も捕まえたんだ。てな感じで、飴ゲットしたんすよ。で、なんだ？飴ボトルで？あー、これが、いわゆるやつ、あれか。知識や特攻、素早さ、レベル30以上の必要の特攻プラス1か。とりあえず特攻だから、すみれちゃんに1個あげて、愛ちゃんにも1個あげて、ちょっと愛ちゃんにぶっ破するわ。とりあえず愛ちゃんにぶっ破させる。多分今後使っていくのどっちかって言われたら、まあ愛ちゃんだと思うから、愛ちゃんぶっ破して、速さはまだいらないかな。どっちかってこいつら速さって感じじゃないからね。とりあえず置いとくか。てな感じで飴が作れるみたいです。 で、次回までに、どうしよっかな。ニビーシティの探索とか頑張ってしとく？で、なんかあった撮影しながらだから、なんかあったら動画にしとくって感じで。で、あとポケモンもいっぱい捕まえてレベルも上げなきゃね。じゃ、レベル全員10レベルは超えときます。とりあえず頑張って。ってな感じで最後に行方と遊んで、とりあえず今回お別れしましょう。一回終わり。緊張でヘトヘト。僕も疲れた。触れ合い。行方と遊ぼう。行方に重ねて手を動かすと撫でることができる。ちゃんと行方ってなるんだな。ピカチュウじゃないんだね。行方。ZR もしくは A を押すとつついてる場所を選んで撫でられる。Y を押すと手が真ん中に戻るか。あ、ここだね。あ、ここ。あ、ごめん。ごめん、行方。ここ。あ、行方かわいい。尻尾。尻尾。ああ。あ、ダメ？ダメ、行方。行方、ここは？行方、ここは？ダメ、行方。あ、ダメなんだ。やっぱここはダメなんだ。ダメなんだ。男のシンボルダメなんだ。行方。あー、かわいい、行方。木の実食べる、行方。あれ？木の実をあげよう。ZR で、あ、あげれるんだ。行方。行方、ほら。食いなさい。完全にポケパルレだな。ああ、かわいい。ああ、癒されたところで 癒されたところで、とりあえず終わりたいと思います。ということで、また次回の実況でお会いしましょう。来た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 、これ撮影できてる。来たよ、色違い。余裕だな。類の色違い厳選とか余裕だな。僕を舐めるでないよ。色違いヤトウモリに 1万個以上卵を割った男やぞ。待って。そらプレミアボールっしょ。そらプレミアボールっしょ。行くぜ、5個あるから。はい、ここ。はい、エクセレント。もうね、この ニドラン捕まえすぎて、めちゃくちゃ投げ方うまくなった。 めちゃくちゃ投げ方うまくなった。ってことで、手持ちなんかエグいの持ってるけど、ニドランばっかで、後で全部逃がすんで大丈夫です。
レベル16のニドランオスが5、6匹いるんで、そこら辺全部飴にするんで、さすがにね、それ全部使っていくと、もうレッツゴーニドランオスになっちゃうんで、さすがにやらないんで。いやー、1時間ちょいだな。1時間ちょい出た。早っ。嘘。1時間ちょい出たんだけど。え、マジか。51連鎖だよ、まだ、ただの。たった51連鎖で、ゲットしました。1時間ちょい。これやっていいかな？やろっかな、僕、いずれ。その、151匹全部色違いとか。やってもいいけどな。すごい簡単だわ。ってことで、手に入りました。名前はね、次の動画で、お披露目します。ニックネーム、お前考えてないんで。どこ？どれ？これ？これ？あ、手持ちに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 いるんで、これか。様子を見る。やんちゃ。あれ？やんちゃってよくない？あ、映画上がるのか。まあ、映画上がったらよくない？いいね。やんちゃ、映画上がってる。素晴らしい。そんだけか。ってことで、色違いのニドランオス、ゲットしました。まあ、昼寝よくするから多分 H や V だね。僕ね、ニドラン僕オス、やったことなくて色違い厳選。その、今までやってこなかった理由が、まず性別じゃんけんあるじゃん。オスメス生まれてくるどっちかわかんねえし。で、そっからの夢特性厳選があるから、やってられなかったんだね。だから、こっちでやりました。こっちは、特性も、ないし、野生の源泉なんで、オスばっか狙えばいけるということ。なんとか捕まえることができましたということで、以上になります。次回は、この子。この子を連れて、ニビジムクリアしたんで、その奥、お月見山でしたね、確か。花田シティの方を向かっていきたいと思います。ってことで、マーキングしとこ。ほら、6V だ。6V じゃないけど 6V。ってことで、以上になります。最後は、このニドランオスの画面を見ながら、今回の動画をお別れしましょう。じゃあね、バイバーイ。